ルイストのチェスゴマとは、スコットランド北西部アウターヘブリティーズのルイストで1831年に発見された78個のチェスのコマのことを指す。製作年代は12世紀と推定され、一部を除いて、生打ちの牙から作られている。元の組み合わせは不明ではあるものの、中世のものとしては珍しく、すべての種類のコマが揃って発見されている。現在、 大英博物館が67個、エディンバラのスコットランド国立博物館が残りの11個を収蔵、展示している。2019年6月にさらに1個が発見されたと BBC が報道した。ジョーダン、キング、クイーン、ビショップ中段、ナイト、ルーク、ポーネダンネ団、クイーンのアップほとんどのコマは生打ちの牙を掘って作られているが、いくつかは、 白くじらの葉を材料としている。78個の駒の内訳は、王が8個、王妃、または大臣が8個、司教が16個、騎士が15個、戦士、または万兵が12個、不評が19個である。ポーンが19個しかないが、それぞれの駒の大きさの違いから、本来少なくとも5セット分あったのではないかと考えられている。駒のサイズは、 それぞれの駒にも大きさに、ばらつきがあるが、最も大きなキングの高さが10.6センチメートル、最も小さなポーンが4センチメートルである。ポーンのみ、幾分小さく抽象的な形状をしているが、それ以外の駒はすべて具情的な人型である。キングは王冠をかぶり、剣を膝に置いて玉座に座った姿をしている。クイーンも、同じように冠をかぶり、玉座に座っているが、 剣は持たず、片手を方に当てている。ビショップはすべて司教官をかぶり司教杖を持つが、何体かは本を持っていたり椅子に座っていたりする。ビショップの駒の由来である像を示す要素はない。ナイトは鎧兜に身を包み、槍と盾を構えて不釣り合いなほど小さな馬に、また上がっている。ルークは、現在のような塔や城を模した姿ではなく、剣と盾で武装した兵士あるいは万兵といった姿で、 彫刻されている。特に12体のうちの4体のルークは目を大きく、見開きたてに噛みつくベルセルクのような行走である。ポーンは前日の通り他のコマと大きく異なり、一回り以上小型でオベリスクや墓石に似た形状をしている。コマはべて白色に見えるが、フレデリック・マッテンは1832年の報告書でいくつかのコマから着色の跡を発見し、 もともと一部の駒は赤色の染料で着色されていたが海水により洗い流されてしまったと述べた。これは当時のチェスでは互いの駒を識別する際に駒を白黒ではなく紅白に塗り分けていたことを示唆するものである。研究者たちも現代の目からすれば目が飛び出たつまらなそうな表情の人形たちが明らかに滑稽に見えるということは認めている。これは特に 心配そうなだったり、目をそらしていたり、縦に噛みつく強戦士だったりするルークに当てはまり、現代の観客にはたまらなく滑稽だと言われている。しかしながら、駒の制作者たちはそれらの滑稽な、または悲しそうな表情を意図したわけではなく、それどころか彼らは、力強さや凶暴性を、あるいは、面杖をついたクイーンの例のように、熟慮、休息、もしかすると、 懸命さを表現しようとしたと考えられている。後ろから見たキング、ルイス島のチェスゴマと呼ばれているが、これらのコマは、ルイス島やヘブリディーズ諸島で作られたものではなく、よく似たコマが発見された、ノルウェーのトロンハイム近郊の工房で12世紀頃に制作されたものだと考えられている。他ースカンディナビアの他の地域で作られたと主張する、研究者も存在する。いずれにせよ、 これは、キングやクイーンの玉座の裏側に施された、渦巻き状の動植物の彫刻と、スカンジナビアで発見された彫刻との類似を根拠としており、12世紀という制作年代も、その類似した彫刻の制作時期を元にしたものである。制作年代については、ビショップのかぶっている司教官も手がかりとなる。ルイス島のチェスゴマのビショップは現在と同じように、 尖った部分を前後に向けて冠を被っているが、12世紀の半ばまでは尖った部分を両横に向けた被り方がなされていた。以上のことから研究者の間では、コマの制作時期は1113年から1175年の間という見方で落ち着いている。コマの元々の所有者について確かなことはわかっていない。当時アウターヘブリディーズは、他のスコットランドの島々と同じく、 ノルウェーに支配されていたので、この駒は何者かがノルウェーからアイルランド東岸のノース人入植地へ移動する途中、何らかの事故に巻き込まれ、中継地であるルイス島に駒を隠したものとする見解や駒がまとまって見つかったことと傷がほとんどないことから、一軍の駒は取引のための在庫品であったとする意見もある。なおチスの駒と一緒に、 生打ちの牙で作られた14個のスゴロクゲームのコマとベルトのバックル1個も発見されており、これらを合わせると93個の工芸品が発見されたことになる。コマは1831年始め、スコットランドアウターヘブリディーズにあるルイス島ーーガンの砂丘で発見された。この発見についての逸話はいくつかバリエーションがあるが、一説によると、 近隣のペニードナルドという町に住むマルコム・マクラウドが砂丘の中から小さな石の箱を見つけ、それをロデリック・ライリーに売ったということである。宝を掘り起こしたのは牛であるという説もあるが、これは作り話と考えられている。なお数年後、マルコム・マクラウドはアードロイルニの地を作るため家族ともにペニードナルドを立ちのいた。コマを手に入れたライリーは、 1831年4月11日に、スコットランド古物協会の会合でこのコマを披露した。直後、カーク・パトリック・シャープがそのうちの10個を購入し、残りをロンドンの大英博物館が購入したことで、コマは分割されてしまった。カーク・パトリック・シャープは、その後ビッショップをもう一つ入手して、コレクションを11個としたが、後に、それら全てを、 ランデスボロー教に売却してしまった。1888年、コマはスコットランド古物協会に再度売却され、購入したコマを、協会はエディンバラのスコットランド王立博物館に寄贈した。この11個のコマは現在、スコットランド博物館に収蔵されている。2007年から2008年にかけて、チェスコマを最も適切な場所に展示すべきだとの議論が巻き起こった。 2007年の終わり頃、アウターヘブリディーズ選出のスコットランド国民党の政治家たちが、ルイス島のチェスゴマは発見された場所へ返すべきで、あるとの声を上げた。スコットランド政府のリンダ・ファビアーニ外務文化大臣は、スコットランド博物館には、チェスゴマが11個しか残されていないにもかかわらず、大英博物館が、残りの出土品82点を依然保有するなど、 受け入れがたいことだとコメントし、スターリング大学のリチャード・オーラム教授は、サンプルとしての数個ならわかるが、それ以上のコマが、大英博物館にあるべき理由はないとして、論争に参戦した。これを受けて、英国政府のマーガレット保持文化、メディア及び、スポーツ大臣は、バカバカしい話だとは思いませんかと、スコットランド側の見解を一周した。 発見場所に近いウィグの地方歴史協会、コーマンイチドリー・イーグは、チェスゴマの所有権についてあれこれ申し立てるつもりはなく、エディンバラへの返還要求を支持するものでもないが、短期の貸し出しは歓迎したいと公式に表明した。2009年10月から、大英博物館所蔵の24個とスコットランド、博物館所蔵の6個のチェスゴマが16ヶ月にわたり、 スコットランドの様々な土地を巡回することになった。この巡回展には一部スコットランド政府が資金援助しているが、スコットランドのマイケル・ラッセル文化外務大臣は、スコットランド政府と大英博物館は最終的なチェスゴマの扱いについては互いに異なる見解にあることを合意したと表明した。大英博物館のボニー・グリア副理事長は、 重要なコレクションであるルイス島のチェスゴマは大英博物館に残るであろうことを信じて疑わないと述べている。他のフィギュアタイプのコマ同様実用には向かないがルイス島のチェスゴマはその知名度と人気から今日でも多数のレプリカが作られている。大英博物館のミュージアムショップではボード付きのセットやピース、キーホルダーなどが販売されているほか、 2003年から2004年に日本の4会場を巡回した大英博物館の司法展に合わせて海洋堂によるレプリカも作られた。映画、ハリー・ポッターと賢者の石にもこれらのコマが劇中の小道具として登場している。ありがとうございます。